どうも高井です。現代はハングリー精神持ちにくい、持ちにくいがゆえに娯楽が流行るって話をしたいんですけど、テレビ、ゲーム、漫画増えましたよね。スマートフォンの端末でも別にゲームアプリでゲームができるし、携帯電話でもゲームができるし、まあ家庭用ゲーム機や手持ち用のゲームアプリ、ゲーム機っていうのでもゲームは当たり前にできちゃうんだけど、それによってストレスって回避しやすくなったじゃないですか。隙間時間にスマートフォンで遊ぶとかもできるしね。だからすっごいね、ストレスが逃げやすい環境なんですよ。結局は別に悪いわけじゃなくてね、娯楽が流行るってことは娯楽を与える側が儲けやすい環境ができたってことなので、だからこそプロゲーマーという仕事ができてしまった。だから今後はあなた自身がどういう仕事にありついたら仕事を失わずにするのかっていうと、娯楽を与える側になればいいんですよ。だからこそこういう本を読んで考えてみると、もしかして自分自身の将来は見えてくるかもしれないので、読んでみてくださいね。それでは。